ゲームウォッチバーミンバーミンは、ニンテンドの携帯型液晶ゲーム機、ゲームウォッチシリーズの一つ。1980年7月10日発売。タイトルは害獣を意味し、モグラ叩きゲームをモチーフにしたもの。モグラが顔を出す穴が横に5つ並んでおり、モグラが出現する際にはその予兆として、穴の手前の地面が盛り上がる表示がされるので、プレイヤーキャラを左右に移動させ、 顔を出したモグラを叩く。プレイヤーキャラは広げた両手にハンマーを持っており、そのハンマーの下にモグラが顔を出した時自動的に叩くようになっている。ハンマーよりも外側のモグラはもちろん、キャラクターの真下に現れたモグラも叩くことはできない。したがって、プレイヤーキャラはモグラの真正面でなく、両手のハンマーがモグラの上に来る、要操作する必要がある。 得点が100点単位に近づくにつれて、モグラの現れるスピードも速くなっていく。モグラを叩き損ねると、ミスとなり、3回ミスでゲームは終了する。最高得点は999点。多くのゲームウォッチシリーズと同様、ゲーム A とゲーム B の2種類がある。大きな違いとして、ゲーム A では、中央以外の4つの穴からモグラが出没するのに対し、 ゲーム B では5つ全ての穴から出没する。通常の外装は銀板に白が一般的だが、中には銀板に黒の外装の製品が出回ったことがある。海外で出回ったものも銀板に黒だが、名前が違う類似品なので、一目で見分けがつく。今は数台しか確認されていない。その他に銀板にサファイアブルーのブルーインパルスバージョンもある。ロゴの位置や、 ブルーインパルスの文字の印刷などが違い、こちらも数台しか確認されていない。ありがとうございます。